後輩は一般に女王の配偶者に与えられる称号を。国子や王婿とも言う。類似語である後輩についても本記事で合わせて説明する。英語ではプリンスコンソートまたはキングコンソートという。ヨーロッパではプリンスの称号が与えられることが通常であり、この場合の継承は殿下である。王妃の男性版に当たるが王妃の場合は女王と同じ。 クイーンの称号とともに、陛下の継承が付されるのとは、対照的である。ヨーロッパにおける、王廃の称号には、キングコンソートから、配偶者たる王の位。自身が国王である場合と同様の称号を付与した、ものである。プリンスコンソートから、配偶者たる、プリンスの位。プリンスは王族に与えられる称号である。プリンスから前日のように王族に与えられる称号を。 最も一般的、などがある。中国や日本では存命の配偶者がいる女性が皇帝や天皇として即位した例がないこともあり、これらに対応した適切な役語が存在しない。日本では外務省や宮内庁などの公式文書で用いられているものの、そもそも、王廃という言葉が報道記事ではまず用いられない。大事林には解説があるが、その他、 法辞縁をはじめとする、中型国語辞典には収録されていないなど、王廃は、一般的な語句ではない。そこで他人の夫に対する継承である、福君が代わりに用いられることが多い。現在はいない。妻と共に共同君主である場合は、王廃ではなく、国王なので区別を要する。この例としては、以下の人物が挙げられる。女帝の配偶者を後輩あるいは厚生という、 英語では、エンペラー・コンソート。または、オーハイと同様に、プリンス・コンソートとなる。歴史上ほとんど存在した例がなく、主に概念的な用語として用いられる。ただし、かつては、日本の行政府による独特の用例があった。この後も、また、皇辞縁などの中型国語辞典に収録されていない。かつては、日本政府では、現在では、 国王、太鼓等の表現が用いられる外国君主に対し皇帝の称号をもって表記していた以前の漢方を参照。これに関連して後輩殿下との表現が使用されている。現在では前述のように王廃殿下と呼ぶ。フェリックス・ド・ブルボンパルムはルクセンブルクの女大公シャルロットの夫でプリンスでリュクサンブールの称号を有し、 女王に対しての王敗に相当する人物であるが、女対抗の配偶者を示す用語は日本語に存在しない。ありがとうございます。